杉田美代議員の問題発言をめぐり、自民党幹部が対応に乗り出しました。先週、自民党の会議で杉田美代衆議院議員は性犯罪をめぐり、女性はいくらでも嘘をつけると発言しました。発言について複数の出席者が認めていて、森山国対委員長も発言があったとすれば極めて遺憾と話すなど批判が相次いでいました。 清聴会長の方からは丁寧な、より真意が伝わる説明をするようにということで注意を受けましたので。下村清聴会長から注意を受けた杉田氏はこれまで発言自体を否定していましたが、今後ブログなどで改めて説明する見通しです。